カッコつけるなって。一人で手に負える相手じゃないぜ。今さら勝手なことを言うようだけど、僕たちにも手伝わせてくれないか。お前ら、なぜここが。マリーが知らせてくれたんだ。余計なことしてくれるぜ。すまなかった。僕たちは君を誤解していたようだ。虫のいい話だが、一緒に行こうぜ。実は俺も自分で言っていて気味が悪い。兄さんはめったに礼を言わないからな。時間がもったいねえ。用意はいいか、お二人さん。いよいよ大詰めだね、兄さん。待ち焦がれたぜ。バック、行くぜ。静かなもんだな。人の気配がしない。化け物の気配はあるぜ。やっぱり出やがったか。それはこっちのセリフだ。誰が化け物だって。どうせなら悪魔とでも言えや。何を企んでる。企んでるのはギースの方さ。我々はそれを利用させてもらっただけだ。利用だと。薬を使ってオロチの血の暴走に似た奇病を生やせることだが。そうか。全ての人間にあの奇病が投げ移れば、俺たちにとっちゃこんな住みよい世界はない。どういう意味だ。いずれわかる。ここを生きて取れたらな。僕たち兄弟の怒りに触れるとこうなる。今後一切邪魔立てはさせない。ギースはどこだ。これ以上奴をかばっても何の得にもならないぜ。そんなことは分かっている。ギースは最上階のビップルームだ。行くがいい。俺たちの目的は達成されて、奴はもう用済みだ。なんだと。どういう意味だ。ヒュー、ボタボタするな。最上階に急ぐぞ。ったく、せっかちな兄弟だ。待っていたよ、草薙卿。そして今は亡きジェフ・ボガートの息子たち。貴様抜け抜けと。軽々しく父さんの名を口にするな。余裕かましてんじゃねえぞ、ギース。自分の立場が分かってんのか。追い詰められたんだぜ、てめえを仇と狙う兄弟にな。ヤシロと山崎を倒したのはさすがだ。彼らも私の計画を聞きつけた。接触を図っていたが、何を企んでいたのやら。まったく番犬の役にも立ちはしない。兄さん、今こそ父さんの。ああ、撃つぜ、仇を。何がおかしい。おかしいね。仇を撃つだ。まあ以前の私が相手だったらめでたく仇も撃てようが、例えばもし貴様たちがオロチの力と正面からぶつかったら。なんだと。まさかオロチの力を。ハッタリも大概にしろよ。オロチの血を引かぬ者がオロチの力を使えばどうなるか知っているはずだぞ、ギス。それともお前もああなりたいのか。あのルガールのように。
結論を急ぐ。私はオロチの力を手に入れたとは言っていない。オロチと同等の、あるいはそれ以上の力を手に。オロチ以上の、そんなことができるはずが。今私のいる場所がどういう場所なのか。まさか薬の力で私は前回のキングオブファイターズでオロチの血の暴走の凄まじいパワーに魅了された。あれから一年、私は製薬会社を買収し、オロチの血を引く者を医学。やっぱりあの奇病は一般市民を使った人体実験か私がオロチに勝るとも劣らない力を手に入れることに役に立ったのだから。ゲドウが許せねえよな。それでも人間か。いや、今はもう。兄さん、やったか。無礼。よせ、負け犬を見るような目で私を見るな。所詮その程度か、薬の力ってのはよ。はあ、はあ、今までは後手調べ、本番はここから。いい札は最後まで取っておくものだ。急ごしらえの薬と草薙流とじゃ歴史が違うんだよ。アンディ、やったよ兄さん。ついに。バカな、私の薬が、力が、あなたを。影武者の軍隊、私にとって変わろうな。それはまだしも、オロチや次に頼るべき。何それ、影武者。お待ちしておりました、ギース様。影武者の感じ、ご苦労だった。ギース様がお雇いになったエージェントも全く。そうか、マリーに調査を依頼したクライアントっていうのは。イス、てめえだったのか。思えば我々の男、常に見張られていることも知らず、私の手のひらに踊りつかれ。ここにまだ踊りつかれていない人間がいるぜ、三人もな。アンディ、向こうからわざわざ出てきてくれたんだ。分かってるよ兄さん、倒すのが礼儀だね。強がらんでもいい、勝つと分かっている戦いをするほど。逃がさねえぜ、覚悟。バカな、最上階だぞ。しばらく踊っていたまえ。貴様たちのブルゲーナダンスは見ていて飽きないからな。ギース！この街も見違えるほど活気づきましたね。ああ、
製薬会社の誘致がパーになって地上げの心配もなくなったからな。なのに一人浮かない顔している人がいるのよね。兄さんのことだよ。元気を出して。あそこまで追い詰めて倒し損ねたんだ。気が抜けちまったよ。アンディ、お前よく平気だな。平気なわけないだろう。僕だって悔しいさ。でも僕には新たな目的ができた。気を抜いてる暇はないよ。目的？確かにギースは父さんの仇だ。でもそれと同じように平和に暮らす人たちにとっても仇なんだって。これからは自分たち兄弟のためじゃなく、平和に暮らす人々のためにギースを倒すことに燃えるってわけ。いや、そんなかっこいいもんじゃないけどね。こりゃ弟の方が大人だな。なんだと？わかったよ、アンディ。お前の言う通りだ。死んじまった親父より今生きている大勢の人々の方が大切。あ、こんなことを言ったら墓の下の親父が怒るかな。喜ぶわよ、きっと。今日お前どうする、これから。さあな。とにかく大会も迫ってるし、急が。次に会えるのは大会かな。多分な。アバよ。皆さんお元気で。お前も元気でな。ヤブソバ。ヤブキ。よく来てくれた。話はクラークから聞いている。悪いな、レオナ。急だったもんで手ぶらだ。花がいいですか？それとも果物かケーキでも。聞こえんよ。すっかり心神喪失状態だ。なんだってこんなことに。レオナはラルフ・クラークと共に南米でゲリラ殲滅作戦を展開していた。その際、単独ルートをたどっている間、何か問題が生じたらしいんだが。つまり原因は不明。ラルフとクラークが合流した時にはすでに暴走が始まっていた。暴れて手がつけられなかったらしい。ようやく静まったと思ったら、今度は精神にシャッターが降りてしまった。医者は何て言ってる？当分様子を見ると。つまりサジを投げられた。ただ関係があるかどうかは不明だが、子供を、少年をひどく怯えているようだ。少年？さあ目を覚まして。思い起こして、あの時の衝動、怒り、憎しみ、悲しみ。パパ、ママ。そう、君のパパとママを殺したのが誰か。
おい、レオナ、どうした？来たね。お前がレオナを。敵。そう、敵だよ。敵は倒さなくちゃ。またあの時みたいに。よせレオナ、あんたと戦うつもりはない。敵殺す。そレオナ、悪く思うなよ。降りかかる火の粉は払う。それが俺のやり方だ。もう止められないよ。肉体の暴走は止まってももう止められないよ。ボロチの血の暴走はね。待ちやがれ。どうしたんです草薙さん。今少年がすごいスピードで、時速60キロぐらいの。逃げ足の速いガキだ。じゃあこれ。あんた今日じゃないか。ありがとう。でもお世辞言ったって感情は負けないよ。しっかりしてるぜ。カリフォルニアに支店を出したのさ。私は経営指導のためにこっちに来てるんだ。お姉ちゃん経営じゃないだろ。バカンスに来たんだろ。ああそうだった姉ちゃん。兄弟水入らずでバカンスか。へへ、羨ましいだろう。開店と分かってれば花輪を送るんでしたね。パチンコ屋じゃねえんだぞ。私のところにも招待状が届いたよ。キングオブファイターズのさ。その件で来たんだろ。こいつは話が早い。でどうするんだ。もちろん出場だよな。ああそれなんだけど、弟のジャンも事故の怪我から立ち直ったことだし。そうか。入院中は前の大会が重なって大変だったらしいな。今度のバカンスぐらいは一緒にいてあげたいんだ。あ、そうか。わかった。邪魔して悪かったな。気が変わったら言ってくれ。ありがとう、連れてきてくれて。でも、よかったな。外出許可が出るまで回復してさ。安心する。この景色を見ていると。それ、こんな岩だらけの荒れた海をか。子供の頃、時々連れてきてもらった。教官の休暇には。ハイデルに。なるほど。あんたにとっては思い出の海ってわけか。この海を見ていると楽になれるような気がする。Thank you.
やっと見つけた。探したぜ。ジャン、なぜ逃げたりした？逃げてなんかないよ。悪いことなんかじゃないでしょ。あれが正義なんでしょ。正義？戸田助なんだ。観光で来てる奴らがホテルのボーイをしてる友達をいじめてるんだ。だから。だからって人を傷つけていいと思ってるのか？今日だってお姉ちゃんだって大会で相手を殴るじゃない。お姉ちゃんは悪い人なの？それはそうだが。おい待て。今度は逃がさないぞジャン。いい加減に戻るんだ。とにかく落ち着け。キングが心配してる。さあ帰ろうぜ。心配なんかしてないよ。僕よりも大会の方が大事なんだ。そんなことはない。キングはお前のことを。嘘だ。今度だってチームの勧誘に来たんでしょ。あんたなんか来なきゃよかったのに。それを言われると。おい待てよ。そこまで言うなら勝手にしろ。待って、相手の毛がひどいの？安心しな、かすり傷だよ。よかった、本当によかった。なあちゃん、確かに世の中には暴力でしか解決できないことだってある。わかってるよ。お姉ちゃんを見てれば。本当か？殴られた相手の方も痛いが、相手を殴った自分の拳も痛いんだ。自分も傷つく覚悟がなきゃ暴力を使っちゃいけない。それじゃあ。そう、キングだってその痛みを耐えて、それを乗り切って戦ってる。強さが正義の全てだなんて考えているわけじゃないさ。僕、お姉ちゃんを見てて、いつも疑問に思ってた。強ければそれでいいのかなって。でも。さあ、帰ろう。心配してるぜ、キングのやつ。あ、すいません。今日は定休日。俺だよ。ああ、あんたかい。いいところへ来たね。いい匂いがしますね。今日はお姉ちゃん、僕の大好物を作ってくれるのさ。ジャン君の大好物ってハンバーグ、それともカレーライスかな。オックステールシチュー。生意気なガキ。それにしてもキングさん、せっかくの手料理ならバーテンスタイルよりエプロン姿の方が雰囲気が。そんな女みたいな格好できるか。だったらせめてコックコートにすりゃいい。料理はたっぷりあるからね。二人とも食べていっておくれ。人の話を聞けって。はい、ごちそうになります。それにしても本格的だな。赤ワインの空き瓶が1本2本、これだけたっぷりのワインで煮込めばテールもさぞかし柔らかく。飲んだの。コラちゃん。草薙さん。ああ、聞かなかったことにしよう。